こんにちは、速稼塾の久保です。今日はね、加湿器の撤去でございます。まあ、以前加湿器をつけますよっていう風な動画を撮った時に、なんとですね、お話したと思いますけど、加湿器のメーカーさんから非常にね、もうショックなこと連絡いただきまして、久保さん、加湿器つけても意味ないですよみたいな。そう、こっちが買ったのにね、買ったタイミングでそれやめてくださいよって言ったんですけども、これが何を意味するかっていうことなんですよ。例えば台所でお湯沸かすじゃないですか。お湯を沸かすと湿度上がりますよね。でもその時って窓ってどうなってますって聞かれたんですよ。窓に結露ついてるでしょ。特に冬は締め切るんで、本当にね、湿度を上げようと思ったら窓とかモニターに結露がちょっとつくぐらいだったら、それは湿度上がってますよっていうわけですよ。メーカーがそんなこと言うわけですよ。でも久保さん買った吹き出し口、こんなちっちゃいじゃないですか。現実的に考えて、これで湿度上がると思いますみたいなこと聞かれて、いや上がると思いますって答えにくかったんですけども、でもすごく効果があるのは、それによってね、湿度が上がったって思う人のメンタルが大事なんですよっていうような、ちょっと救いの言葉いただいて、あ、確かに気持ち的になんか煙が上がってるといい環境だなって思うことで、なんか自然と健康状態って良くなることがあると思うんですよ。だからそういう効果は高かったんじゃないかなと思いますけども、もうね、広告戦略のうまさっていうかね、もう家電メーカーがいろいろね、あの手この手で抗菌だとかね、マイナスイオンとか考えてくるじゃないですか。なんこう加湿器とかってすごいセールストーク上手で、いや私もそんな気がしたんですよ。なんかいい効果が出るんじゃないかなみたいなね。でも実際は確かに湿度が上がったと言えるのは、結露がつくぐらい、要するにこれ家の壁とかカビますよとか言われてたわけなんですよ。本当に湿度が上がってたら、そうなのかと思ったんだけど、私はでもね、買ったから言うわけじゃないんですけども、確かにこれはね、効果があったと思います。なぜならこれによって喉が痛くなるってことは、気持ち的になくなるじゃないですか。気持ち的にね、だからそれで十分じゃないですかね。もうだから健康状態って、その病気って書いてある気の部分が大きくて、実際になったんじゃなくて、なったという気持ちになっちゃう方が大事なんです。あと回復に向かってるって気持ちが大事なんで、例えばこれをつけてね、煙がシューシュー言ってるのを子供が見て、煙だ煙だって盛り上がるのも健康のうちだと思うんですよ。負け惜しみじゃなくて言いますけどね、私はね、もうあくまでもね、そのね、その意地悪なね、私の視聴者さん、いや、メーカーさんが、お前自分で作っといて効果がないなんて言うなよみたいな話で、これ4つも同時に買いましたからね。もういいですよ。でもなんかでも良かったと思いたいです、私は。うん、これで本当に、うん、実際やってみてね、なんか、あ、なんかいい家になったような気がするみたいな。だからインテリア感覚でございます。あと確かになと思える点は、やっぱ湿度が上がるってことは、湿度計をつけないといけないんですよ。実はね、湿度計ついてるんですよ。湿度計がね、見てください、私の時計あるでしょ。湿度計覇気で全く変わってませんでしたからね。だからそれは分かっていたんですよ。分かっていたんだけども、いいじゃないか、そんなことをいちいち言わなくても、人にダメージ与えるようなことを。まあですんでね、体感をどう感じるかですよね。実際にこういった加湿器があればなーと思いながら過ごすのか、あるっていう環境で快適に過ごすのか、まあそれにかけた値段だと思ったら全然悪くないと思うんですけどね。で、これアロマみたいな効果も出るんで、実はね、アロマのトレイがあるから、ここにアロマを入れて、いい香りで過ごすのも一つですよ。ということでございまして、あとは皆さんでご判断してください。私の場合はせっかくつけたんですけど、寿命は1週間ぐらい、2週間、まあ1ヶ月ぐらい、なんか役に立ったかもしれません。ありがとうございました。